とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久しぶりにこれを使っていきたいと思います。いてつく金属編です。エンチャントが重力輝き、虚無スタンとなってます。防具はウィザーアーマー、弓は愛のスペル棒、そしてアーティファクトが羽、パワーシェイカー、パワーシェイカーですね。パワーシェイカーがね、256欲しいんだけど持ってない。まあ、とりあえずこれでいきます。それではデイリー3ですね。50% がヴァンガードに変わって、ヴァンガードか戦いにくいな。まあ、いいか。で、マルチショットを持ってて、エコーか。ああ、なるほど。うわー、これやりにく。まあ、いいや。多分大丈夫。うん。愛のスペル棒で、結構いい感じに。敵が暴れてくれればもっと戦いやすくなるかな。おいしおい、ヴァンガードがね結構嫌なんだよね。 OK、 でも相変わらず消火力、おう、いや、このねエイピア系の強さ最初知らなかったからね、これめちゃくちゃ強いよね。おい、ちょっと待って、めちゃくちゃ速い。耐熱機か。でもまあ一応2段構えで HP を回復していくので大丈夫か。 OK ね。あ、やばい、あぶね。よし、ちょっと待って、矢が134、若干少ないな。多分300本ぐらいあれば、いや、これ結構矢使うんだこのビルドは。もうちょっと矢を増やしたいね。キャプテン探していきましょうか。あ、なんか珍しい地形。多分こっち側にはいるんでしょうけども。いや、珍しい地形だな。よし。まあ、宝箱は結構ありそうなので。なので、ね、変更かい。やめろ、もう。めちゃくちゃ戦いにくい変更を。ショート合計だから、別にやられることはないけどね。でもこのノックバックするんで、戦いにくい。いや、あんまり、ちょっと待って、思ったほど宝箱がない。一個だけ？いや、しかも矢が出ないし。やばい、17本。あ、でも、中間地点のところに箱はあるか。ちょっと待って、あんまりこれ矢が少なすぎるぞ。あ、あった、あった、よかった。あ、こっち側にも、おお、ちょっと、今回、かなり変な、地形をしてますね。珍しい。オッケー。まあ、とりあえず、キャプテン、おーい、探したい。敵がいっぱいいるところでは、この、パワーシェイカーがめちゃくちゃ生きるんで、オッケー。なんだ、動きめちゃくちゃ速いやつ。オッケー。いいね。いい感じ。ジオマンサーもいる？あー、なるほど。よし、宝箱をとりあえずどんどん開けて矢を探そう。いやー、これ、わー、ちょっと待って、矢が全然足りない。あ、キャプテンいる、いるいる、どこだ。うわ、すっげーな、ちょっと待って。よし、 OKOKOK。ちょっと待って、取らせて。あぶね。ちょっと、よっしゃ、オッケー。ああ、もう何がついた。プレイヤー HP が 40% 減少か。なかなかのやつがついてくれなかった。オッケー。でも、いやいや、このビルドやっぱ強いから全く問題ないかもしれない今のところね。オッケー、キャプテンまだ探しましょう。うわー、すっげえ場所すげえ場所だけども大丈夫。この集団戦でこのタワーシェイカーむちゃくちゃ役に立ったら余裕だ。いけるいけるいける、すんげえ数なんだけどね。一発に当たればそれがこう連続して爆発してダメージ与えるんで、これはいいね。やっぱこのビルドめちゃくちゃ強えな。よし、オッケー。で、
矢はね、増殖しました。うん、ソウル貯めて増殖しました。1800本あればまあまあまあいけるでしょう。多分十分だと思います。よし。で、旗がね、問題なのよ。全然ない、全くないのよ。後半に残りの5個ある？いや、5個はさすがにないっぽいな。でも極力たくさん集めたいところっすね。あ、せめて4つ、うん、4つぐらい欲しい。オッケーオッケー、いいねいいねいいね。ちょっと待って、大電痛えな。あ、そうか、自分の HP が減ってるからだ。あ、いた、自分の HP 減ってるからむちゃくちゃ痛いわけね。そうね40% 減ってるからね、そりゃ痛えわ。え、どこ、あ、こっちで合ってるわ。あ、え、何変更、いや、違う、ただただ変更だ。やっぱり変更かい、びっくりした、なんかと思った。あ、ちょっと待って、すごい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 、なんだここは。もうでも全然クリアできるひどいひどいひどい。あの、ポーションバリアは使えるんだけども、リフレッシュついてないので連続しては使っていけないですよね。 OK、 問題なし、いくぞ。いやね、今回の地形本当にね長い、すんごい長いです。で、長いからキャプテン結構いるんじゃないと思ったけども、そうでもないんだよね。うん、もうちょっとしっかりとね、キャプテンを出してきてほしいところ。いないよな。いや、この地形ほんと珍しい。で、脅威をもうちょっとね増やしてほしいな。敵がちょっと弱すぎる。もうちょっと HP を高くしてもらっても構いませんけどね。おーい、あぶねえあぶねえ、やられるやられる。ちょっと待って、あぶねあぶね、これひでえ。よし、ひっそい、よし、エンチャントのエンチャンターはひどい。オッケー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 。この先か、まだいないね。この先にいてくれるかい。あ、あったあった。どうだ？あ、いるいるいる。よかった。とりあえず、います。おい、おっちょ、すごいすごいすごい。どうした？なんかやたらダメージきた。ちょっと待って。取らせて。よし、オッケー。でもまだいるでしょ。もういない？いや、待って、帯電ない。やたら痛い、回転ものすげえ食らう。あ、いや、いないわ。嘘、もうキャプテンゼロでもうボスでしょ。いやー、いまいちでしたね。もうちょっときつくなってくれてもよかったんですけども、今こんな感じになりました。ボスは速攻倒しましょう。あ、いや、そこまで減らない。おう。あ、さすがやね。さすがの。危ない。あ、ここ、おーい。おーい。食らっとるやないかい。あぶねえあぶねえ、あ、ちょっと待って待って、あぶねえ、あぶな、溶岩にはまった。よし、
ここなんかね、地形が悪い。はまる溶岩があるでしょ、そこ。あ、だよね、溶岩があってそこにすっごいはまる。よし、ちょっとね、すっげえ戦いにくい場所、固まるし。うっそ、ちょっと待って待って、すごい苦戦してる。いや、でももう倒せるよ。あー、もういかん、これ。よし、でももう終わりだ。いやー、ちょい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 、すごい戦いにくい。終わりね。よし、行きましょう。もう横に入らず、魔王をまっすぐ進みます。いやー、ちょっと変な場所でしたね。おいし、ちょっと待って、盾、あ、防護か。はい、ということで最後ちょっと苦戦しましたけども、クリアですね。今日はこれ、凍てつく金属編のパワーシェイカー2つでいきました。やっぱりこれはね、むちゃくちゃ強いです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。 Thank you.